やっほー。今日はね、ハリーポッターのね、服を着てます。どうも、スリザリンです。こんばんは。あ、遅い時間だから逆に助かる？本当ですか？こんばんは。でも最近ね、ハリーポッター熱が冷めてる。全然冷めてる。最近私がハマってるのはとあるアニメなんですけど、そのアニメがですね、本当に意味が分かんないんですよ。ってなんかずっと言ってるそのアニメ、そのアニメ見てどういうことってずっと言ってるんですよ本当に意味わかんない。なんか、なんか普通こうだろうみたいな感じなのが、なんか普通の考えが通用しないというか。こんばんは。フリーレンではないんですよ、見てるのは。違うやつです。ギフトありがとうございます。夜配信遅いけど来てくれてありがとう。やはやはさん、ギフトありがとうございます。お話し会もね、ありがとうございました。来てくれて、お話できて楽しかったです、皆さんと。次が、再販最後なので、もしその2日間来て、あ、いいなぁ、もう一回来たいなぁって思ったら、ぜひ3月の分の再販最後なのでお待ちしております。白ふくろうさん、ぼんぼりありがとうございます。これぼんぼりでいいの？再販のツーショット追加しました、ありがとうございます。こんばんは。なんか私さ、ショールームのさ、イベントとか、ゲームのイベントとかでさ、皆さんに本当に負担をかけちゃったので、お話し会に来てっていうのが、なんかあれなんですけど、ちょっとなんかずっと遠慮してしてたんですけど、でもね、まあ最後なので最終受付、話し会最終受付は本当のことなので嘘ではなくて本当なので。楽しかった？本当ですか？じゃあまた会いに来てくださいね、約束なので。明日ポストします、来てねって。まあ、最後だけはちょっとお話し会来てねって言わせてください。前髪が浮かびすぎて見せられない。こっから上はすごい
もうすごいアーチを描いている、浮かびすぎて、うん、こんばんは。最後借り出しとく、ありがとう、うん、こういう見せたくないものは言わない方がいいんですよね私は正直者だから言ってしまう。こんばんは。白こじと黒こじどっちが好評だったの？なんか黒こじの方がいいねが多かった。でもあれさ、肩が見えてさ、太ももが見えてるからでしょそういうことでしょう、絶対わかりやすいよね、本当に。ありがとう。白、白の方が好きって言ってくれた人、好きだよ。違うよ、あのさ、あの肩出すとか、その足を出すとか別にさ、あのおしゃれの一環というか、なんかそのなんだろう、私たちのやっぱ認識的には普通になんかおしゃれの延長線で、あの肌を出すことになったっていうだけで、あれなんですよ、そのはなんかえ、なんかおひなさま、あー延長線で出してるだけであって、そんななんかあの狙ったりとかはしてないんですよ別に。ただなんかね、別に狙ってるわけではないんですよ。でもなんかまあね、肌の見える部分が多い方がいいねがついてるなっていう事実前髪が本当にもうポワーンってなってる。もうずっとこうしとこうかな。翔一さん、ギフトありがとうございます。ショールーム始めたらいつもなんか眠くなるのはなんでだろう、なーぜなーぜ、なんか眠くなる。こんばんは。こんばんは。今日ねレッスンだった。レッスンの通しでうまくいくかなって思ってたものがあって、それがね結構うんいい感じだった。でもわからないです、本番に弱いし鏡ないから不安。
かな。まあでもいけるでしょ、いけるでしょ、そうでしょ、できるでしょ。泳ぎましょうさ、泳ぎましょうさ、どん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 泳ぎましょう。最近ね、踊ることがすごい楽しい。昔は踊ることが、ちょっと前は踊ることが実は嫌だった本当にね、なんかね、なんか勝手にそのなんだろう、パフォーマンスのことで結構最初の方言われたことがあって、それでちょっとトラウマになって、ああ今日も多分ステージに立ってもまたなんか思われてるんだろうなとかまたどうせ批判されるんだろうなみたいな、ちょっとそのネガティブ思考だったんですけど、最近はもうなんか別に気にせずに楽しく踊るっていうことができるようになってきてからは、踊ることが好きになってきました。お話し会で振り起こし、そうなんですよ、そうお話し会のね、待機中にね、振りをね忘れないようにちょっとだけ踊ってた。それはいい変化だね。そうなんですよね。 S 坊さん、ゾウさん、ギフトありがとうございます。なんかできないって決めつけてるのって自分だなって思って、何でもなんかさ、そういうさ評価だってさ、一つ見ただけだよ、一つそのマイナスなこと見ただけで、ああまた今日も言われるんだろうなって勝手にそう思ってたのは、想像してたのは自分だし、全部作り上げてたんですよ自分でたった一回のトラウマで。もしかしたらそれをできないって言い訳して逃げてたのかもしれないね。まああと普通に慣れ、やっと慣れてきたっていう遅いけどやっと慣れてきたっていうのが事実かな。こんばんは。まだまだ振りを覚えるのは遅いけど、でもまあ歌もダンスも今までやったことがない22歳が入って、アイドルっていう世界に入って、まあ遅いながらも成長はしてこれたんじゃないかなって思うこの数年で。いやー、まあ言うてまだまだ頑張ることはいっぱいあって、まだできないこともあるし、
多分今からまた身につけていかないことが待ち受けてるんだけど、自分の踊り好きですか？まあ好きとまでは言ってないかな。踊るのが最近楽しいなーって、楽しめるようになったなーっていうだけで、なんか好きとかではないかもしれない。こんばんは。なんか好きになれたらいいよね。でもね、最初の頃はね、歌ってる自分の声も本当に聞けなくて、もう大嫌いだった。もう自分の録音した声とか、あとなんか歌ってるそのアーカイブとかを見るのも本当無理で、だから私歌唱、一番最初に出た歌唱力の本番の映像を確かね、1年越しにねやっと見れたんですよ。もうずっと見れなくて、本当にもうなんか見れなく、本当になんか水色のさ、先輩がレコ大に出た時の衣装かな、あのドレスみたいな水色の、ここが白くてこっからがなんかこう水色のレースの、一番最初にその衣装を着て本番出た時の映像がもうなんか見れなかったんですよ。とにかくとなんか自分が気持ち悪すぎて。だからあのミネスタジオの時とかの映像ももう本当に気持ち悪くて見れなかった。なんかもううわーってなる。自分がなんか歌ってるのもえっって思ってね、やっとね、1年越しぐらいにその歌唱録のやつとか見れたし、ミニスタジオの時の映像は今は見れたりするけど、見れたりするんですけど、なんか当時は公演が終わった後とかもう目を細めてこうやって見てたりしてた。あーもういいもういいピピピみたいな。そう、なんか不思議だよね。アイドルになりたいと思って入ってきてるのにさ、自分のアイドルしてる映像が見れないって、ほんと変な人。自分のこと変な人、ほんと変な人。自意識過剰だよね、そもそも。そこまで見てないよって、分かってるけど、分かってたんだけどね。でも今は見れるよ、ちゃんとアーカイブも、自分が出たコンサートも公演も、歌ってる声とか、歌ってる姿、踊ってる姿、今は見れる。こんばんは。別になんか
自分のことが大好きになったわけでもないし、今でもなんかアイドルしてる自分にオーマイガーって思うことあるんだけどOh my god。まあ日々成長ということでですよ。日々成長ということです。お父さんの愚痴を言わなくなった。なんかね。ちょっと前にね、ショールームでね家族の愚痴を言わないでって、ちょっと割とガチで怒られたんですけど割とガチめに怒られたんですよ。ショールームで個人的なその家族の話をしないでちょっと怒られちゃってそうなんです。はい、気をつけます、ショールームの仕方。うん、まあ言っていいことと悪いことがあるよね。そう、たまにね、それ言われたのはお母さんなんですけど、たまにっていうか、なんかまあちょっと前に結構お母さんとのこととかをショールームにあーって言ったりしてたんですよ。でお父さんのこととかもさ、ちょっとさ、ぐちぐち言うからさ、それがバレてました。やだ、多分ね、見られてるんですよ本当に。やだやだ本当。たまに今も見てるかもしれない。怖い。なんかね、見てると思ったら見てないし、見てないって思ったら見てるんですよ。あ、でもよくないね本当に。うん、よくないから、うん、もう話さんどく、あんまりもうやめとく。まあでもね、私基本的に本当に謝らないから喧嘩が長引くんですよいつも。いや、謝ったらね終わるんですけどね、私が謝らないからすぐに遺伝子に組み込まれてます、謝ったら負けっていうでもちゃんと謝るときは謝るよ、謝るし、あとなんか家庭と外での性格が私結構違うかもしれない。うん、本当になんか、あ、でもなんか裏表ないってなんか言われた気がする、お姉ちゃんに。まあお姉ちゃんもなんか私の活動をたまに見てるんですけど、別にそんな変わんないよって言ってて、
でもなんか私は変わるような気がする。なんとなく何がっていうのは大きくは分かんないけど、でも変わんないっていう人もいるから、どうなんだろうね。嘘つけないね。そうですね、私ね結構顔に出るんですよ本当に全部。意外と出るんですよ。黙ってても顔に出る。やばい時間だ。ランキングをじゃあそろそろ読もうかな。お疲れ様でした。13位ぶんちゃん、12位、ガチグマあかつきさんなんか名前がいかちいね。11位たまご豆腐さん、10位ズーミーさん、9位ソリオさん、8位ウリンちゃん、7位タニタニさん、6位ゾウさん、5位デサイズハートさん、4位ジャボテンさん、3位クジマスさん、2位ハイキーさん、1位はシロフクロウさん。ありがとうございました。おやすみ、ありがとうございました。みんなも今日頑張った？なんかさ、自分で頑張ったってさあんま気づかんくない？でもね頑張ってるから大丈夫。私はあなたの頑張りが見えるよ。自分では気づいてなくても私は見えてるよ。ありがとう。じゃあまた明日の配信でも会いましょう。3月さ、いっぱい配信するかも。だから見に来れる時に見に来てね。よろしく。よろしくね。近々リップ編しようかな、久しぶりに。ツイッターじゃないわ、X で。なんかたまにリップ編したくなって。